皆さんこんにちは、ヒロと申します。今回の動画は自作 e フットボールバージョン 4.0.0 以降に登場する激アツガチ予想ということでやっていこうと思います。なぜこのタイミングで自作のガチ予想をやっていくのかというと、実はね、少し前にコナミととある有名なクラブスポンサーシップライセンス契約を結んだと話題になっていたんだけど、そのソースの記事がこちら。題名がニューカッスルユナイテッド広告版に新しい3つのスポンサーという記事なんですけど、練習場の隣にある新しいメディアセンター、その中にニューカッスルユナイテッドの広告版があるんだけど、そこに新たに3社の企業が登場したと記載されていて、さらにその下、ニューカッスルの現監督エディ・ハウにもインタビューしていて、エディ・ハウ自身が日本の大手企業コナミと契約することができて嬉しいと答えているんで、もうこれはほぼ間違いなく自作 e フットボールバージョン 4.0.0 以降はニューカッスルの公式のエンブレム、あとはユニフォームとかゲーム内で搭載されてくるのかなと思います。で、実際の広告版がこちら。一見ないように見えるんだけど、一番右コナミの KONA、ここまで表示されているんで、まあ、実際に広告版にはこういった形で表示されているといった形ですね。まあこれがメインパートナーの場合はね、今年も登場したアーセナル、ユナイテッド、バルサとか、そのあたりの現役ビッグタイムみたいに登場する可能性十分考えられますし、まあ、ライセンスはおそらく結んでいるんで、ニューカッスルのレジェンド選手、まああの選手とかあの選手、自作で登場する可能性十分考えられるんで、そのあたりの選手の予想、今回はやっていこうかなと思います。まあニューカッスルはオーナーが変わってからめちゃくちゃいいチームになりましたし、選手層を見ても非常に魅力的な選手ばかりなんで、もし現役ビッグタイム搭載されるならマジで楽しみなんだけど、加えてレジェンド選手にもやばいのがいるんで、ここがねエピックで来てくれると盛り上がると思いますし、今からワクワクですね。ただあくまでもねヒロの予想になってくるんで、外れる可能性も十分考えられるんで、そこは頭に入れて最後まで見ていただけると嬉しいです。ということで早速搭載される選手予想やっていこうと思います。まずは現役ビッグタイムの搭載候補から話していくんだけど、やっぱりこの選手は外せないでしょう。アレクサンデル・イサクということで、イーフトでは言わずと知れたラインブレーカー、センターフォワードの選手です。身長192センチ、逆足精度高い、頻度普通と、一見使用感悪く見えるんだけど、ドリブル、スピシュン高いですし、実際に使ってみると、ドリブル結構軽いんだよね。なのでめちゃくちゃ優秀な選手なんだけど、ここが B 固定でもっと能力評価されてくるとなると、現役選手の中だとムバッペ級に使用率高くなると思いますし、環境に入ってくる可能性十分考えられるんで、マジで楽しみな選手ですね。本当に登場したら絶対引きに来ます。まあ去年もねしっかり結果残していますし、今年も同じような活躍してくれるとビッグタイム搭載筆頭候補になりますし、今年も活躍期待したい選手ですね。そして2人目の搭載候補がアルミロンということで、ウィングストライカー175センチの選手ですね。まあ、逆足精度頻度はちょっと低めなんだけど、能力見てもらえば分かる通り、通常でこの強さよ、スピチュン90以上で、ドリブルも93あるんで、使用感かなりいい選手ですし、無印トップした企業とか適正の幅も広いんで、もしこれが B 固定さらに能力評価されてくるなら、十分ガチスカ級になり得る選手なんで、アルミロンも楽しみだね。まあただ去年で言うと23試合で3ゴール1アシスト、結果的には物足りないんで、今年あまり活躍できない場合は候補から外れてしまうんですけど、ゲーム的にね使ってみたい選手なんで今回選びました。そして3人目の搭載候補がブルーのギマランイスということで、逆足の精度高い高いのプレーメーカーです。まあ市場価値で言うとね120億ぐらいある選手なんで、まあそれだけでねどのぐらいいい選手かっていうのが分かると思うんだけど、ゲーム的にはスピシュンもう少し強化されるとガチスカにも入ってくる選手なんで、搭載される場合はそこの強化、まあさらにねスキル構成バンパとかも追加されると狙いやすい選手になると思うんで、そこも楽しみで、去年の活躍で言うと、まあ、37試合にプレミアリーグ出場していて、7ゴール8アシストと中盤の選手にもかかわらずゴールへの関与も素晴らしいんで、まあ、イサク同様ギマランイスも搭載筆頭候補になり得るのかなと思います。まあ、身長もちょうどいいですし、マジで B 固定できたら引く人も多そうだね。そして4人目の搭載候補がサンドロ・トナーリということで、まあ、ここに関しては期待を込めての選出ですね。まあ、去年は賭博問題で1年間棒に振ってしまったんだけど、まあ、今年は無駄にした分を糧にして活躍してほしいですし、まあ、ビッグタイムで来るなら B 固定のアンカーの選手としてイーフトではね非常に貴重な存在なんで、ゲーム的にもぜひね実装してほしい選手です。逆足も高い高いで優秀だし、スキルもねダブタワンパ持っているんで、ここも申し分ない。
個人的には好きな選手なんで、やっぱり活躍して登場してほしいですね。そして5人目の搭載候補がダンバーンということで、201センチの守備的サイドバックです。いやこれね、なんかピーコテで出しそうな気がしない？コナミアラウホとかも出すし、で毎年環境級の現役ビッグタイム守備的選手で出しているんで、まあ、今年でいうアラウホの枠がダンバーンになる可能性もあるのかなと思います。まあ、センターバックのお任せ育成でこんな感じなんだけど、まあ、正直ね、フィジカルに振るよりスピードに振ってあげてこんな感じの育成もいいですし、まあ、もしバグ強化さらにされてスピードが80後半の育成できるようになってくると、201センチのセンターバックということでマジで唯一無二になる可能性高いですし、ここもめっちゃ楽しみです。なんか出しそうな気がするよね、コナミ。そして今回最後の搭載候補がスペン・ボトマンということで、193センチのセンターバックなんですけど、まあ、もし去年の活躍で登場させる場合はボトマンも十分可能性あるのかなと思います。15試合に出場していて2ゴール2アシストなんで、まあ、ゴールアシスト結果残した試合のどこかで登場する可能性もあるんだけど、もし今シーズンの結果だけでビッグタイム選ぶ場合はボトマン現在怪我中なんで、そうなってくると候補から外れてしまうんだけど、ウイレ時代にめちゃくちゃ愛用していた選手なんで、搭載する可能性あるならもう一度使ってみたいんで今回選びました。まあ大怪我している3位中なんで可能性は結構低めかなと思います。ということで、ここまでプロが選ぶ現役ビッグタイムの搭載候補を話していったんだけど、まあ、この中から3名に絞り込んで予想していくと、こちらの3名かなと思っています。左からイサク、バーン、アルミロンということで、このラインナップできたらもう引く人多いでしょう。特にイサクとバーンね、この2人登場するならめちゃくちゃ強いと思いますし、アルミロンもね、さっきの通常の能力から大幅に強化されると当たり枠になりますし、この3名で来てほしいね。また今年も怪我なくね、結果残してくれると選ばれやすくなってくると思うんで、今後の活躍にも期待です。まあ、ぜひね、プレミアリーグ開幕しているんで、皆さん一緒に応援していきましょう。続いてニューカッスルの搭載ピック予想やっていくんだけど、やっぱりね、この選手は外せないんじゃないかな。まあ、誰かというとこちら、伝説のストライカーアラン・シアラーですね。まあ、どういった選手かというと、現在プレミアリーグ通算得点ランキング1位の選手で、441試合に出場していて260ゴールと、未だにね、記録は破られてないです。まあ、ちなみに2位の選手がハリー・ケインで、320試合で213ゴールと、まあ、現在バイエルに移籍してしまったし、次記録が更新されるのはしばらく後になるんじゃないのかなと思います。まあ、その下見ていくと、ルーニーとかアンドリュー・コール、アグエロ、ランパート、アンリー、こういったレジェンド選手がいるんだけど、まだまだアラン・シアラーの通算得点には届かないんで、まあ、これだけでね、どんだけヤバい選手かっていうのはわかると思います。まあ、実際に登場するとなると、ラウタロみたいな能力なんじゃないのかなと思います。まあ、あとはプレイスタイル、ラインブレーカーかボックスストライカー、どっちかだと思うんだけど、期待を込めてラインブレーカーで来てほしいな。まあ、オフェ戦決定力は間違いなく高くなるだろうし、まあ、ドリブルはそんなイメージがないんで、まあ、フィジカルある程度あって、もう少しキック力が高くなって登場するのかなっていう感じだね。あとは身長186センチとか、そのぐらいだったと思うんで、身長もちょうどいいですし、マジで来たら環境級のセンターフォワードになってくるのかなと思います。まあ、他にもニューカッスルのレジェンド選手はいるんだけど、まあ、やっぱり一番可能性高いのはアラン・シアラーになってくるのかなと思うんで、今回はアラン・シアラー予想していきました。ということで、ここまでがニューカッスルの激アツガチャ予想になるんだけど、プラスアルファで予想話していくと、この選手もね、自作登場する可能性があると思っていて、まあ、誰かというとこちら、最強ドリブラーマクシマンですね。まあ、知らない人向けに話していくと、今年ね、サウジからトルコリーグのフェネルバフチェに移籍しているんで、まあ、今年トルコリーグショーダウンも登場したことを考えると、マクシマンがね、その枠で登場する可能性十分考えられるんで、ここもね、めっちゃ楽しみなんですよ、今から。ちなみに過去登場したマクシマ能力見ていくとこんな感じで、やばくない？フィッシュン99、97、キック力91、ボディバランス95、さらにドリブル97と、いや本当にね、このマクシマ持ってたんだけど、マジで使用感いいし理不尽感パない。あとは今で言うとね、モメンタムドリブルも追加されてくる可能性十分考えられるんで、とんでもないぶっ壊れが登場する可能性ありますよね。もともとニューカッスルに所属していた選手なんで、まあ、今回話しているんだけど、やっとショータイムで登場する可能性出てきたということで、まあ、マクシマにもね、期待して来年のガチャ待っていきたいかなと思います。
まあこんなところで今回の動画は終わっていこうかなと思います。まあぜひ皆さんの搭載期待したい選手とか、この選手来る可能性高いんじゃないっていう選手がいればコメントで教えてください。これからもいろんな動画投稿していくんで、ぜひ最後にチャンネル登録、高評価で応援お願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。